we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. どうも、五右衛門さん宅です。前回のゴローズの並び動画見ていただきましたでしょうか。あの抽選のアプリはやっぱりセキュリティの方がポンとね押して外れというような感じで、本当ね何しに並びに行ってんのかっていうぐらいちょっとね意気消沈したというような感じでございました。ただ外れは外れということで、それなりにですね、その後の予定も立てております。で今回は12時ぐらいに抽選が終わって、その後恵比寿の方に向かって、で渋谷に行って帰るというような感じで予定を立てましたので、でその Vlog 動画撮っておりますので、そちらご覧いただければというふうに思います。今回はその Vlog の中で購入したものもありますので、そちらも合わせてご紹介できればなというふうに考えています。では早速どうぞ。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out.Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high.はい、Vlog いかがでしたでしょうか。まあ、ゴローズの抽選は外れましたけども、その後テンダーロインに行きまして、こちら購入したので早速ご紹介していきます。何を購入したかというと、こちらです。購入したものはこちらテンダーロインのネイビーのキャップになります。ベースボールキャップですね。カラーがネイビーというカラーになります。まあ、シンプルなロゴでかぶりやすいかなと思って購入をしてみました。いかがでしょうか。
キャップといえば先日フッサの Vlog 動画で1970年代ぐらいの USA のヴィンテージキャップを購入しましたけども、まあ、こんな感じでですね、結構キャップって衝動買いしちゃうケースが私の場合はあるようです。テンダーロインの帽子に関してはもう一つ持っていて、そちらが緑のカラーなので、今回はこういったねネイビー色にしてみました。ロゴもかなりシンプルで被りやすいかなというふうに思います。いかがでしょうか。こんな感じ。キャップのボディに関してはザ・クラシックスというものが使われているようです。で、メイドインバングラデシュというような記載があります。こんな感じ、至ってシンプルなキャップかなというふうに思います。ちょっと Vlog の補足説明をすると、テンダーロインの恵比寿店というのがもともとねあるんですよ。で、そちらが本店で、私よくね行ってたんですけども、今回行った時に、まあ、コロナの影響もあってか、そちらは臨時休業で、その時かなりショックだったんですけども、渋谷店の方は営業してますよというような張り紙が店の前にされていたので、渋谷店に行ってみたというような感じです。で、その渋谷店ももうね、その張り紙の住所を見てみないと絶対にわからない場所にあります。スマホにその住所を入れてみて行ってみても、まあ、前通り過ぎてもですね、どこみたいな、どこかわかんないんですよ。まあ、それぐらい場所が分かりづらい場所にありますので、まあ、ただテンダーロインの住所とか電話番号っておそらく非公開かなというふうにも思うので、まあ、もしこの動画見ていただいてて、テンダーロインの渋谷店の場所とか分かんない方いたら、私のツイッターに直接ダイレクトメールいただければお教えできるかなというふうに思います。はい、ということで今回のゴローズルーティン動画いかがでしたでしょうか。まあ、今回もね、ほんと残念な感じで終わっちゃいましたけども、次回こそはということで、次回5回目、ぜひご視聴いただければというふうに思います。まあ、ということで今日はこの辺で失礼します。ご視聴いただきありがとうございました。この動画気に入っていただきましたら、チャンネル登録高評価いただいて、今後もご視聴いただけると嬉しいです。以上、五右衛門さん宅でした。